はい、こんにちは。今日のタイトルは、日本の経済再編を考える30年の継続的失策、継続的売国政策というタイトルでお話ししたいと思っております。もともとですね、ゆうちょマネーはどこへ消えたかっていう書籍を何回か紹介しまして、で、それについてこういう資料を作って紹介をしたいなと思っていたんですね。で、それをしようとしたときに、結局はまずはこの経済のことを調べていないと、構造改革が失敗だったっていうことの説明ができないなと思いまして、ゆうちょマネーはどこへ消えたかに、関する特別な動画を作る前に、経済の状態というのを確認したいと思って、今日のコンテンツを作ることにいたしました。で、まず最初に、名目賃金と実質賃金から見たいなと思うんですね。で、名目がどうあろうと、実質がどうかってことが一番重要で、実質賃金はこの物価変動を取り除いた部分の本当の真水の賃金が上がっているかどうかということを見るものになるんですが、これは、名目賃金、実質賃金ともに内閣が公表しているデータになります。赤線は日本の、グラフになるんですけれども、名目も実質もほとんど、1991年を100としたものと、2020年が変わってない、もう伸びていない、フラットだっていうのが見て取れます。ということで、まず一つ目。赤線の日本は30年間、名目賃金も実質賃金も伸びていない事実ですね。で、海外は2倍、3倍と言われるが、海外も実質賃金は1.3倍から1.5倍に収まるってことなんですよ。これ見ていただくと、名目賃金で、ここに海外が、フランス、ドイツ、アメリカ、英国と出ていて、まあ、181から249まであるので、まあ、ここに中国が入ってないとかっていうのもありますが、欧米のところは181から249と名目賃金には出てますよ。でも、実質賃金見に行ってみると、129.6から146.7ということで、結局、物価変動を除くと、欧米も1.5倍とか1.3倍ぐらいに収まっているっていうことなんですね。だから、2番、3倍いってますっていうようなことはちょっとミスリードで、1.3倍、1.5倍ぐらいに、このまあ30年間で伸びているのが普通の先進国の水準ですって考えれば、日本もやっぱり1.3倍から1.5倍に普通に考えたら伸びててもおかしくないだろうと思われるところを、まあ、失敗ばっかりした、邪魔ばっかりしたから、こうなっているってことですね。で、しかも海外これ実質が1.3から1.5倍伸びているって言っても、富裕層だけが上がり、貧困層はさらに貧困していると思われるので、海外も物価の伸びが高いが、実際はそれほど豊かになっていないということを考える必要が僕はあるかと思っています。30年間日本政府はアメリカの言う通りに日本人が豊かにならないように成長の邪魔をすることだけをしてきた。自公政策は保守ではなく、売国政策である。この内閣の、公式なこの数字が全てを物語っているというふうに私には思われます。そしてちょっとここで世帯について見たいんですね。これも内閣から持ってきた数字になるんですけども、1番、世帯数は増加してきたけれども、高齢者の単身世帯、ここですね、65歳以上の単身世帯と、高齢者の2人以上世帯、ここです、が、増加してきたってことですね。で、世帯の人数は、これ、64歳以下も65歳以上も下がってきて、3名前後の世帯になってきているってことですね。まあ、核家族化っていう、まあ、私が小さい頃から習ってきたのと同じです。そして、片働き世帯が激減ってこと。それはここで見ていただけるんですが、このグラフのとこで、家族で一人だけ働いているっていう世帯がもう激減してしまってます。500万世帯ぐらいになってきてるんですね。で、両働き世帯っていうのが、個人事業主的なところも、雇用されているところも、こうずっと増えてきているっていうふうに見て取れますってことですね。だから、一人だけ働いただけでは、家族を養えないっていう社会構造にされてしまいましたっていうことなんですよ。で、昔は、岡田斗司夫さんの動画とかで何年か前に私も見たんですけど、昔は一人が働けば5人が食べれたとか、かつ居候も住めたとか、こういう状態だったのを、今は一人の部屋にテレビ1台とか、こう物質的にいろんなものが欲しい、一人携帯1台とか、そんなになってきて、物に働かされる社会になってきて、みんながみんな働かなきゃいけなくなって。しかもこの60歳以上、75歳以上世帯も就業世帯が増加。
こう、ずっと伸びていってます。60歳以上も働く。70歳以上も、75歳以上も働く。これは、私は健康のためにみんなが、畑で野菜を耕して、寝たきりにならないように体を動かして健康的に働く。これはプラスだと思うんですが、というよりも、もうみんながみんな働かないと食べられなくなって、そういう自給自足の農業をするっていうのを、おじいちゃんおばあちゃんも警備員になって、日差しの強いところで働いているっていうのを目にしますよね。そういう状態になっている。共働きになり、年老いても働かざるを得なくなった、余裕がない社会にさせられた、というふうに、考えていいんではないでしょうか。そして、さっきから言っている内容の実質賃金が下がっているというのは、90年を100とした場合に、この紫色のやつがずっと下がってきていますよって、実質賃金ですね。名目賃金も、ポコッと上がって下がってきてますよっていうのが見えますよね。そして、物価はずっと上がってきていますと。だから、この物価が上がってきているから、名目賃金が下がっているのに、さらにこう実質賃金が下がる。こういう構図になってるんですよ。ところが、それが、2000年頃までは、まだ物価指数の伸びを名目賃金が辛うじて上回っていたところで、2000年まではまだ大丈夫だったんですよ。そしたら、そこからずっと悪くなってきたってことなんですよ。この20年間。だから、2000年、それここでですね、細かく内閣、誰がやってたかっていうのわざわざデータ持ってきてるんですよ。96年から98年、橋本龍太郎、98年、2000年、小渕恵三、2000年、2001年、森喜朗、2001年、2006年、小泉純一郎、2006年、2007年、安倍。で、ここから福田、麻生、鳩山、菅、野田、安倍、菅、岸田って来てるんですけども、この消費税っていうものがどっから上がったっていうと、竹下3%、橋本2%、そして安倍で、ここで、2%と3%の5%上がってるってことなんですね。この2000年という境は、森喜朗さんの時に、2000年から2001年、そして小泉、安倍でずっと下がってきた。アベノミクスって何だってんですかねっていうのは、これ見れば分かるじゃないですか。ずっと下がってきたってことですよ。で、今まで見たのは実質賃金ですけども、実質賃金としてもらっても、そこからまあまあいろんな税金とかも取られたりするから、可処分所得どうなんですかっていうのを見ているの。これも国のデータ持ってきてます。可処分所得は全年齢層で90年代は増加し、2000年代以降は減少。さっき言いましたよね。2000年のところから悪くなってきているっていう、そこのものが可処分所得でもそうなっているってことです。こう上がってたのに下がってきているってことですね。どの年齢層でも下がってきてるっていうことを言っていますってことです。そしてこれ2人以上の勤労世帯なんですけど、単身世帯は1人で、まあ、働いていれば、可処分所得っていうのは自分で使える部分なんで、まあ、ちょっとはコントロールできるでしょうけど、それでもやっぱりこう、可処分所得自体は減っているっていうのがここで見えますよね。そして、高齢者世帯の可処分所得。若者が大変で高齢者はまだお金持ってるとか言ってますけど、でも、高齢者の可処分所得もずっと下がってきてるんですよ。まあ、年金減らされたり、年金支給開始年齢が遅らされたりしてますよね。だおじいちゃんおばあちゃんがお金持ってれば、それで孫にこういろんなのも買ってあげたりとか、家族の補助してあげたりとかっていう、世代間で、孫と子供と、おばあちゃんで、こう、お金を融通してやりくりできるということが、まだ年寄りだけお金持ってればそれもできたんですけど、年寄りの可処分所得も減っているというのがこれで見て取れます。そして、2人以上の若年世代における金融資産が減少傾向ということで、こういうふうな感じで、64歳以降、39歳以降というのは金融資産も減っています。単身世帯の金融資産は、まあちょっと増えてますが、一人で暮らしてて金融資産増えても、それは使わないんで、経済に回らない。で、あんまり影響ないところになると思うんですね。そして、住宅ローンの増加が若年世帯の金融資産を押し下げってことで、あまり経済も良くないのに持ち家志向とかもあって、住宅ローンに苦しんでいるっていうのがこの図でも見て取れるかと思います。そして、まあ、ここまでさっき言ったことと繰り返しになるんですが、ここに法人税を見て取れるようにしたんですね。で、法人税は国の法人税というのがこういう感じで40%とかあったのが23.2%に半減しているというのがわかります。そして消費税は段階的に引き上げられてきました。竹下3%、橋本でプラス2%で5%になり、そして安倍でプラス3%、プラス2%ということで合計5%上げられましたってことですね。ここら辺まで結構がん、あの、ゆっくりゆっくり来てたのに、ここでドカッドカッと上がりました。
なかなか上げるのを上げる上げる言って上げなかったとか言ってますけど、これ見ればわかるじゃないですか。ずっとフラットできたのに上げて上げてっていうのを安倍時代にしたってことですよね。そういうふうな感じになっていました。ただでさえ少ない可処分所得に消費税が追い打ちをしているというふうに言ってもいいんではないでしょうか。そしたら、その法人税がこう下がってきたっていうのは、このグラフでも赤字でこう見えるんですけれども、法人税の額っていうのは、こんな感じでですね、平成元年、1989年あたりは高かったのが、今はこう、黄色がこう下がってきていて、リーマンショックの時に一番下がったらしいんですね。10兆円規模ですかね。そして今13兆円規模ってことなんですけども、この67.3兆円の補足、まあ、利益に考えると、昔のこの倍の、法人税率があればですよ、これ、13兆円の倍の26兆円ぐらい取れていたっていうふうに考えられるとですね、消費税は法人税の身代わりになっていると言ってもいいんではないでしょうか。まあ、この実効税率が40%と23.2%の違いがあるので、もし税率が高ければ利益を出さないような、やり方にするので、ダイレクトに取れるかわかんないですけど、少なくとも前はだから、19兆とか法人税が取れてたってことですけど、今それが13兆円になってる。明らかに法人税が減って、消費税が補っているということになってる。だそれを同じように、まだ経団連は、法人税は減らすけど、所得税増やせって言っているってことですね。でも、消費税増やせって言ってるってことですね。で、所得税見たらどうかっていうと、所得税はもうフラットで大体来てるんですよ。19.9兆円規模。所得が増えないので、所得税はもう増やしようがないですよね。税率を変えようが何しようが、経済を回さないと、所得税の増やしようがない。まあそういうことかと思います。それで、月収の推移っていうのは、ちょっとこれはですね、僕だと0、から、したいと思いますし、この社会保障率も0からしたいと思うんですけど、このグラフはちょっと、下を切っているグラフになるので、変化が大きく見えますが、まあ、この月収、ピーク時1997年、やっぱり2000年より前が一番全てが良かったんですよ。97年のピークから最低値の2013年ぐらいまで、15年間で15%も減少。37.1万円から31.5万円、5.6万円減少。まあ、これ19年にしてみても、数万円減ってるというのは変わらないですよね。このダウントレンドは変わりません。社会保障率にしても、社会保障、量は増加傾向にあり、直近30年で負担率が1.5倍ということを言っていますね。これは医療費の無料化とか言いながら社会保険料を上げていくことによって結局は税金化しているというふうに考えていいんではないかと僕は思っています。そして、こんなに不況と言われているのに、国税収入はどうなっているかという、22年度の国税収入が71兆1374億円、過去最大になりましたというおかしなことになっている。前年比6.1%増ですよ。なんでこんなに苦しんでるのに税金がたくさん取れたんですかっていうことですよね。これは明らかに税制が歪んでいるせいだろうと思われます。3年連続で過去最高を更新。基幹三税と呼ばれる法人税、所得税、消費税はいずれも増収ということで、22年度の法人税、所得税、消費税、所得税は、それぞれ前年に比べて1兆円増加しているんですよ。1兆、1兆、1兆で、3兆円増加して71兆円になっていますということです。これ、リーマンショックの時は40兆円だったんで、リーマンショック時より31兆円もたくさんの税金を国は取っているというんですね。そして、そんだけ取っていながらですよ、予算の使い残しを示す不用額がコロナ対策予算なので11兆3084億円に余り過去最大、11兆円も使わなかった。11兆円を国民にから取らなければいいのに、無駄な11兆円を集めてるってことにもなりますし、この11兆円を水道管の工事などに使えば、もっとより良い経済が回ることになったんではないでしょうか。ってことで、これをコロナ対策費ではなくて、必要なインフラ整備に使えって話なんですよ。不用額の増加や税収の上振れなどを受け、赤字国債12兆円分の発行を見送りました。全然金は余ってます。足りてますってことなんですよ。歳入から歳出を引いた余剰よ、よ純剰余金は2兆6294億円と、お金に困ってないのに消費税上げるとか増税を増税メガネはまだ考えてる。過去2番目の高水準ということですと。
そして、これも同じ資料にあった地方財政の話なんですけれども、これを見ると、投資的予算が減少しているんですね。でもこれはさっき言ったみたいに水道管工場がちゃんとやれよって話なんですよ。水を地方の僻地までちゃんと届けるっていうことは大事ですよね。そして、38兆円が社保や一般経費、無駄に集めて無駄に使うってこと、ここの社会保障関係費が増えてるんですけど、とか行政経費が増えてるんですけど、これはもともと集めて配るってことをせずに、ここの部分は、減税しとくか、もしくは、無駄な医療費を増やさなければ、こんなこといらないです。そして、この20兆円の給与関係費っていうのは、これはまあ公務員の生存権、公務員が生活保護として雇われているみたいなもんなんで、ここはまあいいかっていうふうにも見えるんですけども、であれば、この生活保護的な資質を公務員以外の人にもしてあげないと不公平じゃないですかって思いませんか？これはベーシックインカム的に公務員がもらってる20兆円ですよ、地方公務員が。そしたらそのベーシックインカム的なのを他の国民にもすべきじゃないというか、彼らだけがもらうのはおかしいですよね、ってことですね。もう一回言いますが、医療費の無償化は医療費の税金化であり、と、吸い上げた税金を手数料を抜いて支給しているだけ。それなら集めずにもともと、国民自身が医療費として使うか、食費に使うか、教育費に使うか、住居に使うかは個々人に委ねるべきで、それを集めてから配るっていうところで事務費の無駄と利権の中抜きになるだけですよっていうふうに僕は思っています。ということで、ここら辺までをまとめると、実質賃金は30年間伸びず、可処分所得は2000年以降全年齢で減少。共働き、老人のもう仕事で余裕がなくなり、若年中年層の金融資産も低下。おかしくないですが、これ。技術進歩で生産性が上がり、働く時間を減らして豊かになれるのが自然ではないでしょうか。30年間の経済政策は失敗し続けた。何もしない方が良かったのではないかとよく最近よく言われます。売国経済政策をし続けただけでございました。新自由主義政策のは空想で失敗ですというふうに、ゆうちょマネーはどこへ消えたかにも書かれています。トリクルダウンは論理的にありえないって言われてる。これは儲かる人だけ儲かったら、その儲かった人がお金を使って経済が回るって言ってるんですけど、儲かった人から税金を法人税として取らなければ、それは回るわけがないんですよ。だからこのトリクルっていう、雫が落ちてくるっていうのは、落ちてこないような仕組みになっていて、それが法人税を下げても設備投資に回ったり、社員への還元をされなければ、内部留保と株主への配当になるだけ。この雫は一部の株主と、外国に流れていっただけで、国民にこの雫は落ちてきませんでしたってことですね。海外の株主に金が流れるだけで国内の消費に向かう原資にはならない。経済は回してこそ意味があって、回らないように、他のところに吐き出していったら意味がないじゃない。消費税が上がれば、税負担力が低い、所得層の生活が苦しくなるのは当たり前でしょう。と。ますます内需が冷え込み、経済循環が滞る。そして、金利が、給与とかにお金を預けていて、2%、2%、2%、5%、5%、5%とかついてて、複利でお金が昔は増えていっていて、それで、消費に回せた部分があったのに、金利がつけば個人の預金が増え、消費に回せていたのに、金利もゼロ金利でつかない。預けていたお金は全く増えないということですね。預金への支払い金利を下げておいて、ローン金利では稼ぐというアンバランスがありましたと。ここもあまり指摘されないんですが、僕はそれをこの20年間ずっと思っていました。ということで、売国政党自民党の息の根を止めましょう。止めたいです。自民党はずっとダメなのです。今、岸田をボロカスに言っている人でも、岸田が総理になった瞬間になかなかいい所信表明演説をしたとかっていう人が昔いました。最初に岸田を評価していた人たち、見る目がなさすぎです。自民党は、この党のコアが腐っているので、どれだけ優秀な人が中に仮にいたとしても、多数決さえできずに LGBT 法案を通したりします。売国法案をいくつでも通されます。器が腐っているんです。これは新しい党でも同じことが言えます。党としての器が腐っていたり、コアな核が腐っていれば、どれだけ良い人、若い人がちょっと入っていても全くダメということですね。腐った器はもう捨てるか取り替えるしかないというふうに考えるべきだと思っています。ということで、今日はこの経済の部分についてお話ししましたが、ゆうちょマネーはどこへ消えたかに、絞った内容についてはまた今度、資料を作りまして説明したいと思っております。